浅野陽一郎は JRA 美保トレーニングセンターに所属している町教師。浅野武史町教師は岐阜。旧姓は小島。1956年東京都新宿区にて4人軽視の罰師として出生。当時、小島姓を名乗っていた陽一郎であるがしばらくして両親が離婚し、彼だけが母方の故郷である山梨県の富士吉田市の祖母のもで幼少期を送る。 その後、母が浅野武市長教師と息子洋一郎を連れて再婚。洋一郎は東京の府中市にある小学校へ転校、再び東京に移り住むこととなる。洋一郎は母の再婚後も,も小島生を名乗っていたが、中学1年の夏に自らの希望により浅野へと生を改めている。中学1年生から父、 たけしの休舎業務を手伝うようになった洋一郎は、やがて馬関係の仕事に就きたいと告げ、馬をやるなら、馬の足元を勉強するのが一番という父、たけしの助言もあり、駒場学園の想定畜産化を経て、麻布獣医大学へと進学。1979年春の大学卒業時に獣医資格を取得し、想定士と獣医師の資格を合わせ持つこととなる。卒業後、 宇都宮育成牧場の研修生として一年間を過ごした後、陽一郎は、うちでなく、外で修行しなさいという武氏の意向から、父のもとを離れ、1980年5月より、美保、日本柳一馬厩社の調教助手して、コースマンデビューを果たす。日本柳厩社のもとには13年間所属し、担当馬から重傷馬は出せなかったが、小障馬弱い馬を、 いかに我慢して使い、再生するかを場しと、意思疎通しながら、結果を出すことを学んだという陽一郎は1993年、調教師免許を取得している。1年間の技術調教師研修を経て1994年、開業。3月12日に初出走、同年6月11日に初勝利を挙げる。初年度の勝利数は2勝に終わるも、 以後1995年から2003年にかけて、おおむね毎年勝利数を2桁に乗せ、3年目の1996年には、管理場のアミサイクロン源マリノスで、それぞれ重賞勝利とクラシック三冠競争への出走を果たしている。なお、当時としては珍しく、関西への遠征に、積極的で、多くの管理場を立党に常時滞在させて、 一般競争にも管理場を積極的に出走させていた。源マリノスの菊花省挑選にあたっても、立党での滞在競馬を試みており、立党留学で GI を制してきた小島茂之調教師はこの時に調教助手として関わっている。夢は、父の取れなかった春の天皇賞であるを制している。また、ダービーよりも喫下省への思いは強く、父の管理した石野マサルが、 菊花賞に向けて3歳で、京都大賞店を制したローテーションを意識して、源マリノスは、京都大賞店から、菊花賞に臨んだ。父の影響から馬種に損をさせないことを考え、基本的には、ボバの1500万円を上限に、価格の安い馬を探すために、北海道に行く際は1回で25から30軒ほどの牧場を回って、馬を決めている。代表馬の源マリノスは、 当祭時から注目していたが、この上限を上回りそうな声が他からかかっていた。しかし、牧場側が値段じゃなくて、熱心に見に来てくれた方にということで、朝の旧車への入居に至ったという逸話もある。近年は管理場から、重症勝利場が出ることはなく、勝利数も2004年以降は1桁で推移と低迷が、 続いているが、予託を受けた馬のオーナーが預けてくれる限り成績に関係なく、最後まで面倒を見るという姿勢を持ち、その例として管理場の女子は、客部不安を抱えながらも2歳の新馬デビューから、足掛け6年の8歳の9月に、平地、障害を通じて初勝利を挙げ、雑誌の優勝に取り上げられたりもした。また、成績が頭打ちになった、球を受け入れ、時間をかけて立て直し、 勝ち星を挙げることもしばしば見られる。競争馬の引退後も警視庁騎馬隊、神社の五神目、大学時代の先輩の乗馬クラブ、高校の乗馬クラブなど多くの相馬のその後の生活も見守っている。なお、警視庁騎馬隊については、父の代からの付き合いで、クラシック三冠や天皇賞にも出走した、源マリノス、マイネル・ワイズマンも、新生、後期と名前を改め活躍していた。 他にも東商ヒューマ、グランスク星などが騎馬隊に所属し、この2頭は2015年8月1日から9月6日に新潟競馬場で開催された企画展、引退場の予定を考えようでも紹介されており、ここからも引退後のつなぎを先確保に精力的であることが伺える。なお、同企画展のイメージキャラクターとなったボムクレイジーの父は東商ヒューマと同じグリーングラスである。 また、過去、朝の旧社に所属していた、現役長教師も多く、その人数は、小島茂芸長教師等5名にも及ぶ。2013年には管理場から久々に、東証クラウンが、オープン馬となった。また、障害場の育成にも、積極的である。2012年8月18日、新潟競馬第6競争2歳新馬を、鈴よストラで接し、 中央競馬通算200勝を達成した。太とじは、文化生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。